皆さんご機嫌いかがでしょうか。爽快キックです。今回もね PS5 版ウィンボスト10実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。現在2007年3月4週ですね。今日はねホットコーヒーをいただいております。さてウィポ2024のね続報が来てましたけど、いや面白そうですよねやっぱりね。ねレースシーンも引っかかってるシーンとかかなり手を加えられていますしね。何ですかあのアイドルマップですか馬がアイドルみたいになってアイドル度が人気度が強化されると馬も強くなるみたいなまあネタ的にはねゲーム的にはそういうのも面白いかなと思うんですけど、あれはどうなんですかね。正直ね馬のアイドル度、まあ今風ですよねやっぱりね。ねえみんなアイドル好きなんだなっていう。ウィップファンってでもさアイドルファンとつながるのかな、どうなんですか。光栄さん的にはそういうイメージなんですかね。馬オタクイコールアイドルオタクみたいなそういうイメージあるんですか。オイラ的にはちょっとよくわからないんですけど、今競馬ファンイコールアイドルファンみたいな重なるところがあるんですかね。ねえよくわかりませんけど、さて行きましょうかね。芸能界も大変ですよね本当に。ダウンタウンのね松本さんの件はね、皆さんはどうお考えですかね。まあ、前回あたりオイラホースブレーカーの方でねオイラの意見を述べましたけど、あの述べたんでぜひ知りたい方いないと思いますけど、ぜひ聞いてください。はい、さて始めていきましょうか。さてドリームパスポートね、まあどうしましょうかね。まあオーストラリアンカップ勝って、まあただこのままね準三冠馬ですからね、なんか強いところぶつけていきたいんですけど、まあこれからねやっぱりそのまあディープは引退したんかね。まあウォッカーダイバースカーレットの時代ですよね。まあそれとぶつかってやり合えるのかなっていうところですよね。まあ、ハーツトライディープが、まあ、引退して、互角にやっていけるのかどうかね。まあ、信頼度は上がってきていてね、福永ジョッキーもずっと乗っているので、まあ、能力 B ですよね。ウォッカーはどれぐらいですか？ウォッカーとダスカってどっちが能力高いのかな？ちょっとわからないんですけど。まあ、宝塚記念ということになってるんですけどね。この年はだから3歳のウォッカが登場してくるんだよね。ウォッカってダービー勝った後、宝塚記念出ましたっけ ?3 歳でね。出ましたっけ、どうでしたっけ。まあ、あの視線余計だったなと思うんですけどね。まあ余計ではなかったんでしょうかね。その後活躍しましたからね。まあ、弱点を知ることができたという面においては、まあ、良かったのかなという。有馬もまあ出してましたからね。有馬もまあ完敗してね。まあ、それで弱点がね、ウォッカの弱点というのがね、GM 分かってね、まあ、得意なレースしか出さなくなったなというところですけど、まあ、どうなんでしょうね、高塚記念ね。まあ状態いいんでね、ちょっと香港行かせましょうか。香港も結構ね、レベルが高くて、ね、この当時の香港ってそこまでレベル高くなかったと思うんですけど、最近はなんかやっぱりメンバーが集まってるんですか。ね、あ、そう、それで、ウィッポ2024、ダート3冠が楽しみですよね。おいら、買わない宣言していて、実況はこのゲームをね、続けたいという考えなんですけど、まあ、中古で安くなったら買おうかな。もうお金ないですよ。まあ、それで、まあ、クイーン・エリザベス・ステークスね。どうなんですかね。レベル高いと思うんですよね。2億円ですからね。まあ、ここ行くしかないか。ね。まあ、4月1週ですけど、出しましょうかね。まあ、2週間後で、まあ行きましょうか。はい。よし。あ、そうか。ハルテンに行かせようって言ってたっけ。ハルテンはちょっと100メートル距離長いんですけどね。難しい選択ですね。ハルテンに行かせようか。100メートルぐらいだったら、そんな、ね、差はないと思うんで。それで、この年の、天皇賞春って荒れた年でしたっけ？どうでしたっけ？まあ、春手行こう。春手行った方が面白いかな。
ね。うん。2007年春天って言ったら、何が勝ちました？イングランディーレ。違うかな。うん。まあ、春天行こう。よし。まあ、これでいいですね。まあ、レース適性低いになってるんですよね。まあ、しゃあないな。うん。思い切っていきましょう。まあ、それでカンパニーですけどね。まあ、大阪杯ということになってるんですね。で、香港では、まあ、ブリッシュラックに勝てなかったので、まあ、大阪杯、どうでしょうかね。2000メートルはいけるんですが、まあ、状態が落ちてる中、難しいですね。まあ、あまりね、強いところにぶつけていくと、ねえ、ねえ、弱いところからぶつけて、なんか無双して、マウントして強くなっていくみたいなね。弱い者いじめをして強くなっていくみたいな、そんな感じもするんでね、このウィッポはね。ねえ、たまらんな。弱い相手からしたらたまらんな、みたいな。まあ。まあ、祭りだゴッホ、スイープ投手が結構強いのかな。フサイチパンドラ。ねえ、サムソンがいるんですね。サムソンもね。あ、そうか、サムソンが勝ったのかな。2007年、天皇賞春っていうのは。イングランディーレって何年だったっけ。イングランディーレってネオユニバースの時代か。もう過ぎてますか。ねえ、ボケ取るな。サムソンか。サムソンなら、まあ、やれないことはないのかな。ねえ、滝豊かサムソンですか。ちょっと春天は難しいのかな。わかりませんね。ねえ。まあ、行きましょうか。はい。まあ、大阪行かせましょう。まあ、それでアドマイアキッスがね、まあ、G1 取りに行きたいなというところで、まあ、オーストラリア一戦組んでるんですよね。まあ、いっか。はい。まあ、それでスーパーホネットね、まあ、高松の記念行かせますけど、ちょっと状態が上がってこないんですね。まあ、阪急杯勝って、まあ、千二がね、ちょっと距離適性合わないんですよね。まあ、高松の宮記念も、ライバルが、まあ、名将ボーラー、ねえ、シンボリグラン、俺余ってるぜとかの時代か。俺ハマってるぜ。ジョイフルハートね。あ、鈴鹿フェニックスもいるんですね。まあ、まあ、そこまでレベル高くないのかな。金シャサの奇跡の時代か。ね。金シャサの奇跡はまだ能力が、ね。4歳じゃまだまだっていうところでしたかね。引っかかってばっかりでね。まあ、それでディアデラもね、まあ、オーストラリア勝てなかったんですよね。まあ、状態はいいので、もう一戦組みましょうか。なんかあります？まあ、このあたりローテ組んどかないといけなかったんだけどね。なんかごめんなさいね、なんかね。下手くそでね。あまり何も考えてないでやってるので。だから今ね、ウィポの実況、まあ、やられる方たくさんいて、やっぱり、ね、ゲームの上手い方もやってるんで、まあ、俺らの実況は飽きられてきてるのかなっていうね。俺らだから、まあ、ダベリガーベースですから、ね、ね、ゲームの攻略云々じゃなくて、まあ、ダベリを聞いてほしいみたいなね、ところがありますからね。まあ、まあ、そういうのは、まあ、飽きられてきてるのかなというところでね。はい。まあ、海外行かせたいですよね。まあ、これ香港ですよね。千里とか行けないかな。これシャティンとかね、やっぱり香港レベル高いですからね。ね、あ、この辺り使おうよ。ね、4月1周出れるかな、これ。クイーン・オブ・ザ・ターフ・ステークス、牝馬限定ですからね。出しましょう。まあ、いけるでしょう。まあ、サキちゃんがね、まあ、牝馬戦線狙わしてるわけですけど、まあ、前走中山牝馬ステークス1番人気7着と、まあ、阪神牝馬ステークスあたりはちょっと厳しいかな。G2 ですからね、ちょっとやめましょうね。まあ、それでやっぱり福島ね、牝馬ステークスがこの時期にあると思うので、まあ、こっち向かいましょう。ね。はい、よし。まあ、それで1週間ぐらい放牧出した方がいいのかな。ね。よし。一週間放牧。ねえ、よく頑張ってくれてるなっていうね。まあ、重賞もね、2勝しましたし。まあ、それで、今朝外れ強さだ。これ、晩成だからね。これからだと思うんですよ。
まあ、京都新聞杯をね、8番人気で勝利して、まあ、それ以降、成長がね、伴わない感じですけどね。まあ、福島民放杯ですね。ジョッキーをちょっと変えた方がいいのかもしれませんけどね。葵ちゃんね。まあ、行きましょうか。夜にかけるがね、まあ、ねえ。フェブラリーステークス期待したんですけど、乗り換わりだったんですよね。若いジョッキーって誰だよみたいなね。福永ジョッキーが海外遠征に行ってて、まあ、いつも恒例のね、俺らの、まあ、忘れですね。ミスですね。ね、やってしまうんだよな。まあ、放牧ですね。このままね、G1 勝たせたいなっていうね。まあ、それでファミコンウォーズがね、まあ結構強そうなので、距離適正万能ですからね、頻繁クラシックと言いたいところですけど、まあ、ダスカとね、まあ、ねえ、ウォッカの時代で、ウォッカダービー行って、ダスカはでも、オークス出れなかったんですよね。まあ、となると、オークスあたりはチャンスがあるのかもしれませんよね。まあ、クイーンカップで2着して、ね、賞金は加算してるので、まあ、どうしようかな。調子抜群ですね。今週だ、ファルコンステークスね。まあ、重賞勝ってもらいましょう。まあ、決闘がフサコン、勝利の女神っていう萌え決闘ですね。まあ、ニャンダフルもね、まあ、重賞勝ってくれたので、まあ、慶応杯向かいましょうかね。まあ、これからですね、体調はね。まあ、それでフェリーチェノってもね、まあ、覚醒なんですね、成長型ね。まあ、フラワーカップで、賞金加算したいんですけど、まあ、フェアリスティックスで2着してるんでね。ただ、能力が、これまあ、S プラスです、S ですからね。まあ、波の馬ではないので、こんなとこ、こんな成績でくすぶっていてはいけないんですけど、ちょっと状態が失敗したな。まあ、フラワー出す必要ないか、ちょっと休ませましょう。ちょっとごめんなさい、なんかね。まあ、それで、ひょっとしたらダート馬なのかなっていう可能性もあるんですよね。まあ、今週だから出そうか。まいったな。ちょっと、重賞勝ちたいですね。それで、ダート馬だったら、やっぱり遠征させたいなっていうのがあるので、ちょっと、オイラミスってますね、このあたりね。はい。まあ、期間が空いたりしてね、あんまり覚えてなかったんで、失敗したな。まあ、それで、アルちゃんも能力あるんですよね。ね、S で、まあ、これは万世ですから、これからだと思うんですよ。まあ、2-4 もいける。待機フォーチューンね。待機フォーチューン、オイラ、ジャパンカップで本命にしたな。6着でしたっけね。まあ覚えてますけど、タキフォーチューンなんてね、ジャパンカップで本命するっていうのは下手くそですね、我ながらね。ねえ、粗品さんもすごいんですけど、ジャイさんがまた当てたらしいですね。ジャイさんすごいな。中にはだから競馬のね、本当にプロの方っているんで、まあああいう方がいることによってね、やっぱり、ねえ、夢がありますよね。まあ、ただその、ジャイさんあたりがなんか税金関係で困ってるっていうのはね、もうちょっとそのあたりは何とかしてほしいなっていうね。ねえ。だから本当に儲けてる人はいるので、俺らね、競馬なんてエンタメで負けるのが当たり前だと思ってくださいとかなんか言ってますけど、まあそういうジャイさんみたいな方もいるので、ね。やっぱ夢はあるなっていうね。俺らもちょっと夢を持ってもうちょっと、まあ、競馬やりたいなっていう。近々ね、競馬場行きますんで、またね、動画もね、撮る予定なんですけど、ね、皆さん見てくださいね。前回ね、出来的にはそんな悪くないと思うんで、またプロ馬券師ナスさんが登場しますんで、リベンジするって言ってますんで、今回なんか、帯が来る流れじゃないかなっていう、なんか言ってましたんで。ねえ、だから今度はなんか、格好も気にして、テンガロンハットでも被ってきないよって言ってるんですけど、まあ、どんな格好してくるのかね。前回あたりもなんかサングラスを持ってきていたので、まあ、顔出しアウトと言っておきながら、まあ、やる気満々だったんですよね。今回どうなんでしょうね。まあ、楽しみですね。アリスちゃんね。まあ、ダービー教 CT でね、まあ、重賞を取りに行こうかなっていう。まあ、坂は大丈夫なのかな。まあ、この前に関してはこれからですよね。アリスちゃんはね。まあ、4月1周。まあ、スクリーンヒーローあたりはね、ちょっとサツキ賞手薄なんで、サツキ賞出したいですよね。まあ、若葉ステークス今週ですね。楽しみですね。
まあ、それであの鐘を鳴らしてあたりがね、まあ、インプレス杯で3着と頑張りましたね。まあ、能力は C ですからそこそこありますからね。まあ、マリンカップと。まあ、指導、いまいちですよね。まあ、それでベルラレイヤ。うん。オカショウだ。まあ、一勝クラス勝ってね、まあ、オカショウを出さなくてもいいかなと思うんでね。まあ、ちょっとやめようか。ね。うん。まあ、フローラ行かせましょうよ。ね。うん。フローラからオークスでいいと思うんで。まあ、この前もね、オークス、離さずでしたっけ？ローブデコルテとね。勝ったかなと思ったら、ローブデコルテが刺してきてね。まあ、ベラレイヤーに勝ってほしかったっていう人も多いと思うんですけど、俺らも勝ってほしかったな、ベラレイヤーに。ね、サッカーボーイの子供。ね、サッカーボーイというとズブい馬が多くてね、子供にね。サッカーボーイはキレキレだったんですけど、子供はなぜかズブいっていうね。うん。まあ、ディクタスがズブかったりするんですかね。うん。うん。まあ、しっかり、2週間休ませましょうか。うん。ああ、そっか、有効度が上がらないと支持できないんやね。ね。うん、よし。まあ、それで、桁外れの強さもね、まあ、これ、能力が、C プラスではね、やっぱり、ちょっと、ウォッカとね、雑貨には足りないな、というところで、まあ、姉もね、勝ってるんですよね。うん、ジョッキー、ちょっと、ね、考えないといけませんね、お菓子をね。どうしようかな。うん。まあ、桜花賞、行かせなくてもいいかな。ねえ。ちょっと、ね、状態も良くないので、桜花賞、さすがに厳しいと思うんですよ。ねえ。それで、まあ、NHK マラカップ行かせましょうか。ねえ。NHK に行こう。それがいいわ。ねえ。ちょっと、敵前逃亡というか、まあ、相手を選択してね。これまでも芝馬だったんだね。芝丸だったんですけど、芝二重丸になってたんで、そういうケースもあるんですね。ね、芝馬ですね。うん。はい。トレインもね、まあ、ダート馬なんですよね、これはね。芝丸ですけどね。うん。ダートでいまいち結果が出てなくて、まあ、距離が長かったんですかね。これは確かやってましたよね。何でしたっけ。うん。あ、指示か。指示で、調教方針で、距離適正伸びませんかね。ね。まあ、それで大トロ、中トロ。まあ、このあたりもね、まあ、これから成長してくると思うんでね。まあ、短距離馬ですよね。まあ、まだ成長がね、足りないというところで、ちょっとしっかり休ませましょう。はい。まあ、これからですよ、この大トロ、中トロもね。まあ、クライブあたりは厳しいですよね。シャモンジさん、林田ペーパー。魚ブライアンも厳しそうですね。まあ、状態下がってきていて、まあ、4月1周出しますけど、まあ、まあ、菊花賞候補ですね、これはね。はい。まあ、それでマルク・フェニックスがアーリントンカップとかいきなり、これは万世ですからね。まあ、いきなり重賞にぶつけるのもね、どうかと思うんですけど、まあ、出しましょうか。ね。まあ、ジャガーメールもね、若葉ステークスになってるんだ。2頭ぶつけるのマジで。ちょっと待ってください。このあたり全然考えてなかったね。ちょっと回避させようか。まあ、それで、まあ、ジャガイメールね、重傷をぶっ込みたいんですけど、毎日杯しかないよね、これね。まあ、いったな。まあ、皐月賞を諦めてダービーとなると、まあ、オッカがいるんでね、難しくなりますよね。ミスっとるな。毎日杯で、ね、2着以内に入ったらいいんですけどね。まあ、除外されないようにね。まあ、それで一番絞りあたりも、まあ、能力が高いのかもしれませんよね。まあ、ミモザ賞ですね。まあ、チュリップ賞では完敗でしたと。まあ、遅めですね。まあ、それでレインダンスもね、まあ、遅めでね、まあ、一応クラスからやっていきましょう。はい。レインダンスあたりもちょっと休ませた方がいいのかな。来週やから休ませられないね。まあ、あとは2歳馬ですね。行きましょう。まあ、長くなりましたけど。19分も経ってる。こんなんかいらないですか、これ。長いですよね、19分ね。毎回こういう紹介はいらないから。さて、アドマイアキス、ランベットセックス。はい、
あれ、アドマイキッス、ランベットステークス、あれ。ごめんなさいね、なんか、ね。2番人気が、ソングラインデライト。3番人気、ロススチューデント。まあいいですね。聞いたことないわ。まあ行きましょう。まあ大事でいいですかね。あ、手応え抜群で来た。させるさせる、G1 勝てる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 よ、これ。ねえ。すごい、ねえ、目がいってるわ。目がもうやる気満々ですね。届け届け、させさせ。うん、いい感じ、いい感じ。粘ってくれ、粘ってくれ。粘ってくれ、勝てる。踏ん張れ、踏ん張れ、踏ん張れ。粘ってくれ、最後、強襲してきた馬がいるぞ。勝ったね。よし。ね、アドバイアキスも G1 勝ちました。ね、日本でやるよりも、オーストラリアに行った方が G1 は勝ちやすいみたいなね。それはありますよね。はい。まあ、これで、ビクトリアマイルに集結させましょうか。ね。はい。よし。熊沢ジョッキー。ね、カタールジョッキーも引退ということでね。さて、フェリチェノって、これね、勝ちたいんですよね。一番人気ですね。ここ勝ったら、ひょっとしたらダートのね、アメリカ遠征できると思うんで、これ負けられないんですよ。ノリさん頼みますよ。ね。先行で、まあ、行きましょう。勝ってください。あ、ライバル見てなかったけど、どうでした？あ、先頭だ、いけいけ、させさせ、先頭だ、先頭だ、粘ってくれ、粘、ノリさん粘れ、ノリさん追え、ノリさん追え、ノリさん追ってる。よし、勝ったね。よし、ようやく重賞制覇。まあ、これでね、加減編成できるんでね、ちょっとダート適性を確かめてみたいんですけどね。まあ、ダート適性確かめる方法はダート出すしかないですか、やっぱりね。まあ、ただ重賞勝ってくれたことによって日本でもやれるのかなって。まあ、ライバルがね、やっぱりマイネアテンション、マイネサービス、この後角場でしょね、これは勝てますよね。あ、芝向きって言ってた今。芝向き、やっぱり。あ、芝向きですね。ね、はい。勘違いや。ね、まだ判明してなかったよね。芝向きっていうのが。なるほど。若葉ステークス、スクリーンヒーロー。ね、一番人気。ここをね、勝ってほしいですよね。まあ、ここ勝ったらもちろん、サスキ王に向かいましょう。若葉ステークスって今、一頭でしたっけ？優先出走権はね。まあ、勝ったら、優先出走権なんて与えなくても出れると思うんですけどね。オープンですからね。頑張れ頑張れ。マンハッタンスカイ強いですからね。まあ、ただ、役者が違う、スクリーンヒーロー。させ、ちょっとやばいやばい。結構やばい。瀬戸立った、粘ってくれ粘ってくれ。よし、サスキ王に行ける。スクリーンヒーロー、いざサスキ賞、いざ中山。なんか YouTube 動画で、有馬記念当日の、中山のね、船橋じゃない、中山競馬場の最寄り駅を映している動画見ましたけど。やっぱ人多いですよね。ただね、思ったよりはマシだなと思っていて、まあ、帰りのね、電車とか、まあ、だから、オイラ的には、甲子園を思い出しましたね。仁川競馬場よりも、やっぱり甲子園並みの混雑ぶりだなっていう。甲子園もね、試合終了してから、阪神電車の駅に行くと、あんな感じですね。ひどいですね。あ、俺は最近でも甲子園行ってないんで、最近の状況わかりませんけど、俺は最後に行ったのが2008年ぐらいなのか、それぐらいからもう行ってないので、甲子園球場ね。だからその当時は、やっぱりその船橋のね、有馬記念統一みたいな、それが毎回続きますよ。甲子園の場合ね。高校野球ではそうはね、分散されますから、ならないと思いますけど、阪神戦で、試合終了まで見て、ロックおろし歌って、帰るとなると、ね、あんな感じですよ。駅はね。それで、まあ、大体大阪方面とか、あんな感じなんですけど、神戸方面のが空いていて、まあ、スッと行けるみたいなね。大阪方面あんな感じですね。はい。見事、武豊。はい、もちろんです。ファミコボーツ。さて、高田ジョッキーね。高田ジョッキー、角田ジョッキーですよね。まあ、BB ガルダン G1 2着馬か。ね、カナヤザクラ、まあ、結構強面図が揃ったなって。この相手に一番人気っていうのはやっぱり能力ありますよね。さて、カナヤザクラの外から一気に一気にファミコンウォーズ、ファミコンウォーズが出たぞ。
戦闘だ戦闘だった。ちょっと内から BB ガルダンが刺してきた。 BB ガルダンに刺し足あるのか。しかし戦闘はファミコンウォーズ。よし、ファミコンウォーズ強いね。これ G1 勝てる馬だね、ファミコンウォーズはね。この馬強いわ、ちょっと。ファミコンウォーズ強いわ。それで、桜花賞を行かせたいですけど、ジョッキー、高田ジョッキーでいいのかな？ね、実名ジョッキー乗せたいところですけど、これは代打ですか？ね、角田ジョッキーも実名だったらいいんですけどね。G1 級ですね。まあ、これはちょっとダスカと再戦ですか？ね。はい。まあ、毎日杯ちょっとね、出れたらいいんですけどね。まあ、エビナジョッキー乗ってくれるんですね。一番絞りあたりもジョッキーが、ねえ、ちょっと難しいな。まあ大久保ジョッキーでいっか。はい。まああとね、高松山記念スーパーホーネットね、これ C 長距離使いましょうかね。まあ使いましょうかね。あ、出れましたかね。出れましたね。よし、はい。まあ、帰ってきてもらいましょうか。あ、まだ帰る必要ないやね。まあ、自分でやります。はい。なんだね、大鳥くん。一流の目利き、嘘ばっかつくなよ。はい。ドリームジャーニー。おっか。はい、出すか。そんなん誰でもわかるかな。オッカと出すか、やっぱり、あの、馬体がもう2頭だけ抜けてましたから、俺ら記憶があって、桜花賞のパドックですかね。まあ、2頭のね、やっぱり体が図抜けていたので、笑ってしまいましたね。なんだこの2頭と思って、その時でもまさかオッカがダービー行くとは思ってなくて、確かね、あの、大阪のおじさんの家で、桜花賞を見てたんですよ。ね、あの、大阪南部というか、まあ大阪市内ですけど、ね、が集まって見てて、まあそんな話をしてたんですけどね。それで、多分出たと思うんだよね。僕がお得マートやってどうだろうっていう話をね、してたんですけど、おいら、マイルなら、まあ確実に通用するんじゃないかという話をしてましたね。24とかどうなのかなっていう話をしてたんですけど、まあ、ダービー勝ってね、まあ、もちろん、あの、馬券もダービーね、あの、外してるので、大きなことは言えないんですけど、オッカーとダスカやっぱり抜けてましたよね。まあ、それで、ダイバースカーレットは、まあ、オークスに行く予定でしたけど、まあ、なかったんでね、頓挫してね、出れなかったんですけど、はい。まあ、ブルパスもね、これからですよね。ファミコンウォーズ。これはちょっとね、ダスカとウォッカにぶつけてもいいんじゃないのかなっていう、そのぐらいの強さでしたね。だから2024はかなり大幅な変更があるんですね。ね、昔ならちょっと1年ごとにね、なんでそんな出すんだろうみたいな感じありましたけど、2024に関してはかなり変わってるんじゃないですかね。まあやりたいなという気持ちが湧いてくるかもしれませんね。それぐらいなんか変更点が多いなと思っていて、あの、競馬場とか変わるのかな、なんか教えてくれるっていう方がいたんですよね、コメントでね。ね、あの、まあ教えてほしいんですけどね、どんな感じかね。やりたくなるのかな、やっぱりな。どうでしょうかね。なんかすごい変更点があるのかなっていうね。まあ面白かったら多分やりたくなるんでしょうね。その時になんか競馬を勝ったりしたら絶対買ってしまうな。それで、この実況をね、まあ途中でやめざるを得ないみたいななるかもしれませんね。だからその実況をちょっと進むのがのろすぎて、ほとんどプレイできてないので、それがちょっとね、続きができたら最高なんですけど、まあできないでしょうから、ちょっとペースが遅すぎるんですかね。やっぱりダビスタとかもやってるんでね。まあ、しゃーないのかなっていう。
まあ、ウィポ10に関しては、オイラはそこまでハマらなかったんで、まあ、でも2024はすごい面白そうだなっていう感じがしますね。さて、ドリパスハルテンですよね。まあ、体調いいですね。まあ、ドマイキッスもね、まあ、放牧出しましょうか。これ帰ってきているのかな？まあ、3週間出しましょう。よし。まあ、G1 倍になりましたからね。あ、そうか。3週間出したらあかんか。ビクトライマール出したかったんですけど、大丈夫かな？無理かもしれんね。まあ、それでカンパニーですね。まあ、大阪杯。体調がね、ちょっと不安ですけど。まあ、それでスーパーホーネット。これ、集中力使いますね。まあ、戦2がどうなのかなと思いますけど。まあ、芝投手追いでね。あ、大成功来たよ。スピード A になった。あ、これは楽しみですね。ね。まあ、それでファミコンウォーズは大箇所行かせますけど、まあ、状態はいいですね。まあ、24行くんで、このままオークス行かせる予定ですけど、まあ、高田ジョッキーでいいかな。ね、高田ジョッキー主戦だ。まあ、ディアデラはね、まあ、まだこのまま G1 勝ってないんだよね。あ、そうか、ディアデラと、ね、勘違いしてましたね、さっきね。ね、ディアデラは、まあ、これからですね。はい。まあ、それで、サキちゃんスマイル、福島ヒンバ。そう、フェリチェノってちょっと状態が、見捨てますよね。まあ、これ、マイル、短いんや。ね、芝向きということが分かったし、これも、まあ、オークス全力ですね。まあ、しっかり休ませましょうか、これね。すいません。まあ、これ、ね、ちょっと休ませないといけないので、ね、なんか、ヨーロッパ行かせたい気持ちもあるけど、馬場適性がダメなんか。はい。まあ、まあ、オークスですかね。ねえ、よし。まあ、2週間でいいですかね。ねえ、ちょっとなんかヨーロッパ向きではないから、まあ、ヨーロッパに行かせられませんね。アメリカの芝牝馬3冠とかあります？まあ、アメリカも厳しいかな、これ、馬場適性はね。まあ、行きましょうかね。よし。さて、高松の駅伝に、レッツアゴー。あ、その前にちょっと一旦来ますね。はい、行きましょう。ね、一週間しかやってないのに30分かかってるっていう。これが国会クオリティですね。ね、国会クオリティというのは褒め言葉ではありませんから、ね。昔言ってましたよね。片間右京、あの F1 ドライバーの片間右京選手が、あの、ね、神風右京とか言われてたんですよね。それでなんか、まあ、引退してからテレビに出た時に、まあ、アイドルとね、まあ、会話してたんですけど、そのアイドルが、神風右京って言われてたんですよね。すごいかっこいいですね、とか言ってきて、まあ、それで片間右京さんが、あれって皮肉だからね、みたいな話をしていて、まあ、面白いなと思って。ね、悪口だったんですよね。ね、神風右京ってね、国会クオリティも悪口ですからね。ね、はい、自分で言ってるんですけど、さて、レインダンス6番人気。まあ、ちょっと厳しいんですかね。若いジョッキーって誰がモデルかな。あ、頑張れ頑張れ頑張れ。まあ、レインダンスもね、G1 でやれておかしくないからね。まあ、ちょっと苦しいな、これはな。こうなったら外の方がいいですよね。まあ、しゃあないですね。ねえ、ダンスインダーザークサンクも結構走ったんですけど、やっぱり不器用な馬が多くて、ねえ、走ったり走らなかったり、テレンコの馬が多かったですかね。ねえ、強いのか強くないのかようわからんな、みたいなね。レインダンスもそういう馬でしたよね。まあ、乗り換えが原因ですかね、この大敗はね。さて、ちょっとややもっていうのがどうでしょうか。一番人気はね、アフサイチフォーオールは。あ、ちょっと強敵ですね。ジョッキーが鮎川ジョッキーになってるんで、最中4って誰乗ってましたっけ？前原ジョッキーで期待ですね、ここはね。はい。まあ、強敵だと思いますけど。まあ、行きましょう。まあ、2着でもいいんで。あ、来た来た。ね、いい手応えだ。秩父、並ぶところから、
ジャガーメルちょっと苦しいか、ジャガーメル苦しい、頑張れ頑張れ、不採地方戦闘だ、頑張れ、ジャガーメル頑張れ、差し返せジャガーメル、差し返せ2着でもいい、2着でもいい、頑張れ頑張れ、させ、届け、2着にさせ、2着でもいい、2着でもいいよ、2着に粘ってくれよ。どない、もういいよ、不採地方は。あ、なんとか2着や。よかった。ただ、サツキ賞はやっぱり不採地方の方が強いんですかね。見事な競馬。不採地方はアンカツジョッキーでしたっけ？ねえ。アンカツジョッキーが乗ってるわけじゃないんだ。まあ2着ですね。はい。まあでもね、賞金は足したんで、まあ出れますよね、皐月賞ね。さて、ミモザ賞。苦しいね。まあチョッキーかな、オープンジョッキーね。大好きまーす。まあ、乾杯ですね。まあ、グラフィックをちょっと今、まじまじと見てたんですけど、ね、あの、色合いがね、モニターと、その、PC で撮ってるわけですけど、色合いが違うんで、モニターで見るとなんか、ぼやけて見えるんだけど、まあ、色合いかな。だからテレビによってもね、グラフィック綺麗か綺麗じゃないかっていうのはありますし、ね、自分の設定が悪かったみたいなね、そういうのもあるんですかね。まあ、そこまで、でも今のね、グラフィックゲームすごいですから、そこまで綺麗だなと思わないんですけどね。まあ、ウィポの容量自体は何ギガぐらいですか？何ギガでしたっけ？そんなないですよね。10ギガぐらいですか？最近のゲームってやっぱり100ギガ超えてくる、ゲームも多いんで、まあ、ちょっとそのあたりはやっぱり、ウィポはまだね、そこまで全力を出し切ってないのかなっていう感じがしますけど、まあ、シャミオンおじさんネクストでいきましょう。ね、競馬ゲームで50ギガぐらいあったら、ちょっと力入れてきたなって感じるんですけど、何ギガでしたっけ？どうでしたっけ？ちょっと俺ら覚えてないんで。さて、高松山駅ね、1番人気だ。おそらくだね。2番人気名勝ボーラー、3番人気アルラバゲイン。まあ、ねえ、金シャトの奇跡、俺はハマってるぜ。ねえ、まあ、まあどうなんですかね。やれないことはないですよね。鈴鹿フェニックスあたりが勝ったの。どうですか？レイス。ねえ、なんか新聞とかも見れるようで、ねえ、競馬の歴史が勉強できるって言ってね。まあ俺らはまあ、ほとんど知ってるんでしょうけど、まあね、昔を思い出しながらね。だからあれ、なんだっけな、オグリの引退式みたいなのがすごいリアルだなと思って、オグリでしたっけあれ。ねえ、なんか観客はカンニング竹馬みたいな人ばっかりですね。違うか。さて、おそらく、ねえ、女性ファンもいないのみたいな。ねえ、なんか、競馬ブームを作れるそうで、なんか、人気馬が勝ったらね、ねえ、女性が増えたりするんですか、観客も。だからさ、この前、阪神競馬場に行った時、思いのほか若い女性が多くてびっくりしたんですけど、ねえ、あの時びっくりしたの、本当に。今までとなんか全然違うなと思っていて、ねえ、最近はそうなのかな。若い女性の二人組とかもいたんで、びっくりしたんですけどね。しかも、可愛いね。さて、オーストワーク。さて、ねえ、ここからの競馬になるんでしょうか。ちょっとスタートが悪い。ねえ、これは届かないんじゃないかな。ねえ、グランアレグリアのスプリンターズステークスみたいな競馬ができたらいいんですけど。ちょっと苦しいんじゃないかな、これ。まあ、池添ジョッキーのスプリント戦というとね、デュランダルを思い出しますから、デュランダルもなかなか届かなかったりしてね、後ろから行ってね。これは、並ぶどころがスーパーホネット的にやってきた。させ、これは手応えがいいぞ。馬もやる気満々だ。目を見たらわかるよ。させ、これは手応えいい。一気に来たスーパーホネット。金シャツの奇跡も来ている。
内から金シャスの奇跡が伸びてきた。外からスーパーホーネット G1 番の足だ。よし、千に回しゅう。こんな強いんや。出してよかったですね。こんな干渉するとは思ってませんでした。はい。すごい強さ。池添ジョッキーと手が合いますね。はい。見事な競馬。ねえ、これで競馬ブームが作って、観客に可愛い女の子が増えるみたいな、そういう演出があったらいいんですけどね。はい。こんな短距離、あのスーパーホーネットってそんなスプリント戦って使ってましたっけ？ね。まあ見事ですね。はい。まあ、手術状況も良かったんでしょうね、あれ。芝投手多いね。はい。まあ、これからですよ。使い詰め罰。おい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 。はい。あ、調子悪くなってしまったよね。このままも、まあ、皐月賞は無理かな。まあ、さっきのレース見たら無理かなという感じはしますよね。あ、子供だ。どうですか？あ、カッパギさん20丸や。ただ、ミカさん無印でね、デジタルの頻波が多いね。あ、これすごいわ。あー、これも頻波。エアシャガール、男間出してくれよ。ねえ。あ、これもすごいわ。男間や。ジャングルポケット。ジャングルポケットの光景ができたね、これ。ねえ、素晴らしい。まあ、これもそこそこ。ねえ、ダンス。あ、タガノエリザベート。これシーツバーですね。そこまで強いまではないですよね、これはね。カッパキさん20丸なんや。早熟だったら収支が厚くなるんか。ね。多分、魚ブラインは早熟なんだろうね。だから収支が厚かったんだ。あ、エアエムネムの子供とかもね、期待したいんですけどね。これも結構いいね。ラストタンクはそんな燃えないかな。あ、ぼちぼち伝達の男まで、ね、カッパキさん20丸。いいですね。ね。ぼちぼち出んな。意外と走るんだよね、この子供。あ、すごい。あ、ヒンバか、これ。これす、ぼちぼち出んな。すごいね、これ。なんでこんな走るの？この、ぼちぼち出んなと、雨の国、みなかのちとか言って。すごいね、ぼちぼち出んな。はい。あ、いいですね。やっぱりこのデータの続きやりたいですよね。やっぱりね、ぼちぼち出んなの子供とかね。燃えますね。むしろそういう楽しみ方でしたからね、昔の一歩はね。ね、架空馬を作って、その子供のね、父兄を伸ばしていくみたいなね、それが面白かったんで、架空の時代が面白かったんですよね。架空の時代しかなかったですし、ね、一歩はもともとね。まあ、好調ですね。カンパニー、ちょっと不安ですね。行きましょう。魚ブライアン、ちょっとやめようか、これ。ちょっとやめよう。はい。あ、クラブ。クラブ。はい。余裕です。誰にしましょうか。ねえ、アリシちゃんファンが多いんですよね。アリシちゃんにしようか。ねえ。よし。はい。ちょっとマーソナリティとか全然理解しないんでね。もうちょっと理解しないといけませんね。最新作をね。昔のウィップみたいな延長戦でやってるので、多分攻略方法とかいろいろあると思うんで、そのあたり全然知らなくてね。やっぱり攻略方法とかはネットで調べるんか。ね。サイトがあるのかな。ね。まあ行きましょう。まあ、スーパーホーネットね、海外、夏場はちょっとヨーロッパ遠征しましょうね。まあ、それで、まあ、ちょっと放牧出した方がいいですね、これね。まあ、しっかり休ますよ。夏場、ちょっと、まあ、安田からね、夏場にかけて欧州遠征しましょう。
まあ、そう、ジャガメールね。ジャガメールね、まあ、1008から2000に伸びるのはいいと思うんで、まあ、サツキショウ行かせましょうか。よし。うん。まあ、スクリーンヒーローもちろんサツキショウですね。サツキショウはね、ビクトリーが勝ったレースですけど、まあ、フサチフォーは3着でしたよね。まあ、チャンスはどうでしょうかね。あるのかもしれません。行きましょう。ネクスト。サクッとサクッとサクッと、たらら忘れてましたね。さて、まあちょっとセンターレベルですか。強いのかな、これね。カーペンターコーター。まあ行きましょう。まあ、第一でいいですかね。ちょっとディアデラはなかなか G1 勝てないんだよね。させさせ、届け届け、手応えある。手応えある。センターレベルは強敵なのか。センターレベルが強敵なのか。差し切れ。ディアデラが一気に伸びてきた。すごい切れ味でやってきた。させ、届け、届け、届け。届け、させ、させ、おえ、おえ、おえ。届く、届く、届く、届いた。届いたんじゃん。どう？届いたんじゃないですかね、ひょっとしたら。ねえ。よし。勝ちました。やりました。ディアデラも G1 馬。まあこれをでね、自信持って、まあビクトリアマイル向かわせましょうか。はい。よし。福永ジョッキーもね、順調に成長しているような感じですよね。凱旋門賞ジョッキーですから。さて、アリスちゃん。ね、アリスちゃんも G1 勝ってませんから、そろそろ勝ってほしいですね。はい、ノリさんで。ね、2番人気、素敵シンスケくん。シンスケくんですが、負けられませんね。素敵シンスケくん。シンスケくんって素敵ですかね。ごめんなさい、なんか、いいか。さて、3番人気、ギャランタロ行きましょう。やっぱりその芸能界って怖い世界だなっていうね。まあ、大丈夫？大丈夫ですか？大丈夫ですよね。ああ、でもこれは苦しそうだ。ちょっとアリスちゃんがなんでこんな興奮になるのかな。ねえ、サシマじゃないはずなんですけど。まあ、ダメですね。ちょっと不調というか、精神的に走りたくないのかな。ねえ。ちょっと能力を出し切れてないなというところで、しっかり休ませた方がいいのかな、これ。ねえ。まあ、のりさんが乗ってくれたんですけど。あ、坂がダメなんですね。はい。はい、カンパニー。まあ、一番人気ですね。まあ、スピトーショーが2番人気で、3番人気シーキングザダイヤ。まあ、インティライミー。ねえ、シャドウゲイト、フサイチパンドラか。サムソン人気ないんですね。12番人気と。まあ、カンパニーが一番人気っていうのはね、違和感ありますけどね。まあ、能力的には全然ね、カンパニーの方が強いかな、みたいなところありますけどね。最終的にはね。カンパニーはだからね、一戦どころを避けてきたんでね、能力はあったと思うんですよね。さて、届く届く届く。手応えが違うよ。こういうのちょっとやめてほしいんだよね。長すぎるよね、これね。いくらなんでも。さて、届く届く届く。よし、勝ったわ。ね、この状態でも勝てる。コスモバルクが 2着だね。よし。もうちょっとレースシーンをね、味わわせてほしいなっていうね。カットシーン入れるのはいいんですけど。はい、やりました、カンパニー。ねえ、香港はだから、日本国内よりレベルが高いかなという感じですよね。あ、阪神競馬場も結構リアルですよね。あ、そうか、葵ちゃんか。葵ちゃんやるね。ね、絆レベル5。国内の方が力発揮するのかな。はい、夜にかける。夜にかけるまだ無理やね、これね。あれ、なんでこんな能力落ちてる？ちょっとダメですね、これはね。回避だ。さて、ファミコンウォーズね。まあ、お菓子王ですけど、まあ、チャンスあるかもしれませんよね。これ、手術長期を使おうか。ね。こっちの方が期待できるか分かりませんけど、ちょっと使いましょうね。よし。
エンターテイナー。エンターテイナーですか、ディアデラはね。はい。はい、なんでしょう。頼みますよ。まあ、技巧でいいですかね、いつも通りね。はい。キックでいっか。キック。はい。あ、キックだけになるんや。つけるんちゃうの、ホースクラブとか。まあ、いっか。キックだけになるんや。ホースクラブとか、後でつけれたりしませんでしたっけ。まあ、しゃあないですね。キッククラブでもよかったんですけど。まあ、いっか。ねえ、キックさんっていう、なんか、丸坊主の方が、占いみたいなことをやっていて、例の、ねえ、スピードワゴンの小沢さんのことを、なんか2024年、占っていて、ねえ、なんかすべてが、なんか、プライバシーがなくなるみたいなね、すべてがバレバレになるみたいな話をされてましたけど、あれが見事に当たっていて、スピードワゴンの小沢さんが顔が引きつるみたいなね、動画を見たんですけど、ねえ、キックさんっていうのは、芸人の方だった方ですか？ちょっとよくわからなくて、俺らも。最近テレビ見てなくて。まあ、すごいなって、当たってたんだなっていう。まあ、ねえ、スノーデンが、ねえ、陰謀論で片付けるのはどうかと思うんですけど、ねえ、地底人がいるっていうことを話されて暴露していて、本当にいるんですかね、地底人ね。まあ、ねえ、NASA じゃないよね。NSA か。地球上のどこでも、まあ、ハッキングできるみたいな。話をね、まあ、されてたんですよね。スノーデンさんがね。まあそうなんでしょうね。俺らも、なんか、実感として感じるんで、まあそうなんだろうなと思いますけど、俺らもう、ね、バレてると思ってやってますからね。ネットでもね。まあだから、ネットでもそんな悪いことしてないですよ。たまに AV 見るぐらいなんで。ねえ。まあ行きましょうか。はい。どうでもいい話やね。さて、まあカンパニーはちょっと休ませた方がいいのかな。ねえ。まあ2週間でいいかな。ね、戻ってこれるかな。まあこれまあ強いな。葵ちゃんを女にしたね。カンパニーくん。さて、ディアデラノビア。まあ、ね、ビクトリアマイル勝ちましょう。まあいい感じで、まあ1週間、2週間出せるか。よし。まあそれでファミコンワーズね、集中しましょうか。ね、芝投手多い。よし。ガチンコや。まあスピード A になったし。ね、ジョッキーどう？高田ジョッキーか。行きましょう。まあ、フェリチューマってはまあ、ね、オークスから行かせるしかないなっていう。まあ、芝馬ですね。ね。まあ、エアシャカール3区でね。まあ、スピード S ですから。これ、バイザキャットの子供か。エアシャカールとバイザキャットってめちゃくちゃ合うんですね。あ、そう、種付けしないとね。種付け5月か。まだか。まあ、それで夜にかけるが、まあ、ちょっと状態落ちてたんで、まあ、安田記念ちょっとやめようか。まあ、この馬は結構ね、重賞も勝ってるし、ね。まあ、ビクトリーマイル行かせよう。よし。ね。まあ、重賞勝ってましたよね。まあ、クイーンカップ、新山記念勝ってるんですね。ちょっと3歳になってからは、どうなのかなって。まあ、ダート使ったりして、ね。チャンピオンズカップも3着ですからね。ダート使った方がいいのかな。まあ、それでジョッキー、福永ジョッキー、ちょっとジョッキーをどうしようかな。なんか、変えようか。ね、夜にかける。誰がいいかな。まあ、熊沢ジョッキーでもいいんですけどね。まあ、葵ちゃんにする？葵ちゃん今年1勝目やったんや。大阪愛が初勝利、マジで。大阪愛が初勝利だったんですか？どういうことこれ。ねえ。まあ、武豊ジョッキーとかもね、ずっと乗ってくれるかわからないんで、まあ、吉富先生行こうか。よし。
まあ、アリスちゃんもね、このままだから坂がダメなんやね。ちょっと、まあ、ビクトリアマイルじゃなくて、ちょっと今のレース見たら苦しいですよね。まあ、重賞ちょっと勝ちたいので、まあ、マイラーズとかね、まあ、新潟使いましょうか。ね。新潟大商店ね。まあ、それでこのまま、まあ、逃げ回ですからね。なんであんな後ろに行くんだろうね。まあ、行きましょうか。あ、そう、魚ブライアン、ちょっと組まないとね。魚ブライアン、まあ、青場所を出したいんだよね。青場所なっとるね。まあ、出れたらいいんですけど、まあ、状態どうですか。あ、ちょっと、まあ、1週間出します。よし。まあ、一番絞りとか、ちょっとまだまだな感じはしますね。よし。まあ、行きましょう。ネクスト。あの鐘を鳴らして。まあ、2番人気ですね。1番人気、天聖富士。まあ、大好きな、船橋競馬場。ねえ、ギャンブルのメッカ、船橋。ギャンブルのメッカって言って、やっぱり船橋か、尼崎かみたいな感じですか。頑張れ頑張れ、させ無理やね。まあ、関西だったら尼崎ですか。尼崎はやっぱり尼崎ボートレースと、まあ、園田競馬場か。中央のね、競馬場はありませんから。やっぱり船橋ですか。中山競馬場、船橋競馬場。オートレースもありますよね。さて、配車ペーパー。まあ、この間ネクストで行くね。ごめんなさいね。なんかね、名付け親の方ね。さて、大賀賞。両馬場だ。まあ、3番人気ですね。1番人気、ウォッカー。2番人気、ダイバースカーレット。3番人気、ファミコンウォーズ。3強です。アストマージャーおるね。7番人気と。まあ、行きましょうか。エクスキューズ。まあ、レベルの高いメンツですけど、まあ、行きましょう。レース。はい。ねえ、このレースはやっぱり、あいてて。ねえ、Cジョッキーが前を見て追ってなくて、ねえ、なんか前ダスカでしたっけ、なんかお尻にぶつかっていくみたいなこと言われてましたけどね。まあ完敗でしたよね、やっぱりウォッカーね。この2頭がね、牝馬のなんかイメージをガラリと変えたなっていう。まあ、ブエナビスタとかもね、いましたけど、ブエナビスタもだからその一頭ですよね、牝馬のイメージを変えたね。ただ、ブエナビスタってやっぱりその、馬体見たら牝馬っぽいところがあったので、このダスカとウォッカに関して言えば、もう馬体もなんかボバ以上にすごくてっていう印象だったんで、本当になんか牝馬の印象が覆ったな、みたいな。ありましたよね。だから、ねえ、その実力で言えばブエナビスタも強かったんですけど、まあ馬体がね、牝馬っぽかったんで、まあ行きましょう。この2頭はやっぱりボアを馬体でも圧倒してましたからね。ねえ、どっちが男馬か見た感じで分かりませんでしたから。ねえ、人間の世界でも、まあどうなんですかね、男の人をなんか体で圧倒する人って言ってます？中にはいるのかな、プロレスラーとか。最近プロレスとか見てないんで。さてどうでしょうかね、抜けてこれますかね。もう大外分回しでもいいんでね。まああんまり大外分回しとかウイポでは良くないんか。ああちょっとこれ後方になってしまいましたね、高田ジョッキーね。最高峰とかさすがにダイバースカーレット逃げてるので無理じゃないかな、これ。ウォッカもどこにおる。ちょっともう大差分増しですね。
ダスカがこんな再打ち回って逃げてるのに、こんな外回ったら届かないよ、こんなの。これ、リアルだったら叩かれますね、これは。ねえ、これはひどい競馬だ。相手が弱かったらいいけどさ、こんな競馬で勝てるわけないじゃん、ダスカとウォッカに。ねえ、すごい足で来てるけど。こんなもう2頭の競馬だ、ウォッカとダスカだ。ねえ、3着に上がってくるのかな、ファミコンウォーズ。3着や。これはジョッキー叩かれますよ。ねえ。それで一番強い競馬をしたのは、ねえ、ファミコンウォーズだというファンが出てきて、オークスで一番人気とかありえますよね。一番強い競馬したのは実はファミコンウォーズだみたいなね。そんな感じのレースでしたよ。うん。はい、オークス行かせまーす。さて、ね、サツキ賞、まあ、2頭出るんで楽しみですよね。武田がジョッキーと、まあ、ジャガーメールと、まあいいですね。うん。うん。まあ、どうなんですかね。放牧出す必要あるのかな。ないと思うんだけどね。ちょっと待てよ。うん。群れの一員、あの鐘を鳴らして。厩舎のボス。持ち馬所有がいると育成度が上がりやすくね、そういう馬もいるんですかね。うん、はい、ハースくらい人気でしょ。うん、ねえ、うん、うん、ドロッカーやね。まあ、ファミコンウォーズはまあ、まあ、これは放牧出した方がいいですね。まあ、2週間出しましょうか。はい、よし。まあ、オークスはね、ちょっと、どれを贔屓するわけにもいかんよね、これね。ね、チャンスはあると思うんですけど、誰、まあ、ちょっと仕入れ状況どれに使うかといえば、やっぱりファミコンウォーズか。ね。ペリチオンテもやりそうな感じするんだけど、ファミコンウォーズは、能力が B プラスだからね、フェリチノッチェの方が強いのかな、どうでしょうか、ちょっとわからんね。うん、はい、あの鐘を鳴らして、まあね、ダート重視を出しましょうよ。うん、まあもちろん中央でもいいんでね。ね、なんかありませんか。まあ平安ステークスね、レベル高いですよね。まあちょっと距離短いですけど、柿ツバタ使います。せんな、ちょっと合わないですかね。うん、うん、まあ行きましょう。皐月賞にレッツアゴ。うん、まあこれネクストでいきましょうか。まあチャンスあると思うんですけどね。まあネクストでいきます。はい、3着。まあいきましょう。はい、はい、皐月賞。うん、ねえ、スクリーンヒーロー4番人気、ジャガメール5番人気、これ一発ありますよ。ドリームジャーニーが2番人気なんですね。ねえ、ナムラマース、藤岡雄介、ナムラマース結構好きでしたね。うん、だからナムラマースのお父さんがあれじゃないですか、なんだっけ、アメリカの馬ですよね。チーフベアハートか。チーフベアハートをオイラジャパンカップで買っていて、まあ、4着だったんですかね。すごい惜しかったんで。それで、ナムラマース好きだったんから。確かそんなんですよね。合ってますかね。ナムラマースね。ねえ、チーフベアハートですよね。はい、行きましょう。ねえ、1番人気、ウェルノールバーチ。まあ、角馬ですよね。2番人気がドリミジャーニー、3番人気フサイチホホ。まあ、混戦ですね。レース。チャンスあると思うんですよね。うん。まあ、ジョッキーは最高のジョッキーがね、2頭とも乗ってるんで。あ、フサイチホホ、アンカツさん戻ってますね。うん。フサイチホホがやっぱり怖いのかな。うん。ね、竹豊。ジャガメールもね、エビナさんなんで。よし。先週の桜花賞
あ、ちょっとファンファーレ、まあいいですかね。エアカゼのオレンジっていうのは何ですか。キック牧場出身ですか。違う。さて、イースタートスクリーンヒーロー。うん、ジャガイメールもね、いい位置取りましたね。ね、2頭ともやっぱり最高のジョッキーが乗ってますからね。さて、逃げるとはね、スクリーンヒーローね、粘っとしいですね。パパがね、内が良かったり外がね、荒れたりいろいろあったら面白いんですけどね、どうなんですかね、そのあたりの設定はね、ウィピョテンはね。うん、あ、ちょっと逃げる競馬になりましたね。さてね、1000メートル通過どうですか、これ。ちょっと分かりませんけど、うん、ね、平均ペース1分レベル9、うん、まあいいペースで逃げてるんですかね。さて、まさかの逃げる競馬ね。えリアルだったらビクトリーが逃げてたんですかね、うん、ビクトリー出てましたね。ちょっとジャガーメル貯めてる場合じゃねえよ。あ、フサイチ4が来た、一気に来た、フサイチ4や。うわ、強いわフサイチ4。ジャガーメルダメだねえ、フサイチ4こんな強いのか。うーわ、これは完敗だ。フサイチ4 G1 倍だったよ。ねえ。ねえ。だ、サツキ賞を外外回って3着に敗れて、ダービーで一番人気だったんですよね、フサイチ4をね。ジャングルポケット3区で、まあ、いかにもトニービンだなって言われてましたよね。それで、まあ、トニービンなんで、東京のね、まあ、ダービーは硬いだろうということで、まあ一番人気だったんですけど、まあパドックでね、すごい入れ込み方してね、もう汗かきまくって、まあ、大敗した、大敗というかまあ負けましたよね。まだね、G1 早かったんですかね、2頭ともね。これからの間ですから。はい。よし。一応ダービー向かいましょうか。シダーだよ、ネクストできまーす。はい。さて、一番人気ですね。まあ、ちょっと葵ちゃんがね、不調みたいなんで、今年はね。あ、先頭だ。あ、持ったままですよね、これね。ああ、ちょっと勝てるかな。粘ってくれ、粘ってくれ、粘ってくれ。なんとかなんとか。よし、勝ったね。よし、完勝。よし、さすがにオープン特別だったら勝てるんやね。あ、今までオープン特別でも負けてきたんで、ね、復活劇や。よし。うん、ねえ、葵ちゃんがもうちょっとね、他の調教師から信頼を勝ち取ってほしいんですけど、まあそれができてないんですね。まあ勝ってないから当然だよね。うん、俺らが応援しないとね。さて、さきちゃんですね、今週までやりましょうかね。まあ大トロ中トロちょっと厳しいな。ああ、ダメですねね、ベルラレイヤー。トレイントレイン、ダート場なんで、ね。まあ、芝丸ですけど、使ってみましょうか。まあ、ユートピア、ハットトリックとか勝てないと思うんですよね。まあ、一応使ってみよう。よし。もう、休ませましょう。ね、環境変化。まあ、反抗的なんでね、ちょっとね、気象面で問題があるのかな。ね。桁外れ強さだと、桁外れの強さがいるんで、よくわからないなっていう。覚え、どっちがどっちだかわからなくなるんで、桁外れ強さだが、あの、コバの方ですか。これ誰、まあ、続けた方がいいですよね。はい。よし。ねえ、桁外れ強さだ。まあ、ステゴなんですね、ステゴールドね。まあ、能力はあるんだよね、これもね。ね、エプソムカップとか行った方がいいのかな。もう一戦くらいなんかオープン特別ありませんか。ねえ、あの、メトロポリタン使おう。よし。
まあ、ギリギリですけど、いけるでしょう。よし。まあ、ジャガーあたりもね、まあ、ダービー使ってもしゃあないかな、車ね。ちょっと現状ね、無理じゃないのかなっていう。京都新聞杯使って、ちょっとなんか休ませようかな。ね、ダービーとか無理だと思うんですよね。ウォッカもいるしね。まあ、スクリーンヒールも一緒ですよね。現状ね、ちょっと厳しいなって、まあ、ダービー使いましょうか。まあ、それでいきましょうかね。ネクスト。あ、ちょっとそんなやらんでいいよ、もう。はい、さきちゃん3番人気。まあ、ここはね、チャンスあると思うんで、キス・トゥ・ヘブンが出てきたんですね。まあ、ハンデが、ね、さきちゃん57。キス55キロ。ちょっと厳しいな。まあ、行きましょう。ジョッキーが瀬島ジョッキーになってるんでね、またやってしまいましたね。まあ、しゃあないな。ね、やっぱりジョッキーゲームなんですよね。ちょっとオイラあまりジョッキーゲームにしてほしくないところがあって、まあ忘れるからっていうのもあるんですけど、そんなジョッキーで変わるとね、なんかコメントされましたけど、ね、ドージュースがやっぱり竹田がジョッキーであれだけ変わるっていうね、まあ実際まじまじと見せつけられてね、やっぱりジョッキーも重要だなと思うんですけど、ね。まあウィポみたいな感じですよね。ベッラレイヤー。1番人気。まあ、2番人気、エイミングフェア。まあ、どうなんですかね。ベラレアももちろんね、チャンスあると思うんで、ロボでコルトオールね。オークスがね、シーツバとベラレイヤとの争いになるのかな。シーツバじゃねえ、ごめんなさい。自家生産馬とベラレイヤのね、争いになるかもしれませんね。さて、内からさせ、届く、ローブデコルテも来ているぞ、ローブデコルテ、ライバルのローブデコルテが来ているぞ、粘ってくれ、よし、なんとか勝った。はい、まあ、これでね、予定通りオークスですね。予定通りです。さて、トレイントレインはね、さすがに厳しいですよね。ハットトリック、ユートピア。行きましょう。ね、芝丸で G1 は、重賞は勝てないか。ね。まあ、頑張ってるんですけどね。意外と頑張っとるよ。させ、届け、全力。ね、まあ、厳しいですね。ね、G1 級のメンツですから。アグネス時代か。アグネス時代も芝走りましたっけね。ダート場のイメージありますけど。まあ、そうだよね。ダート向きだよね。はい。というわけで、5月ですね。まあ、ドリパスの春天も楽しみですけど、まあ、次回にしましょうか。まあ、アバショー出れますね。福永ジョッキーってね。よかったですね。まあ、行きましょう。はい、ライバルですよね。リアルでもライバルでしたけど、再戦はなかったのかな。はい、というわけでね、今回ね、これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。